骨折の話したじゃないですか、先週ね。ね、で病院に行った時にね、はい、看護師さんが包帯を巻いてくれるわけですよ、はいはい、でその動作が綺麗なの、匠の技見ちゃったって思って、で包帯を外して巻き直す時もこうくる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 って膝の上で包帯があっという間に小さい巻物みたいになって、うん、私が家で巻いた時はなんかすごいぶっとい、わかるわかる、なる、あれこんなに不器用だったっけ、そうそうそう、なんだか汚い布の塊みたいな感じになったのにね、看護師さんが巻くとこんなにピターッと売ってた時みたいになるんだ、すごいよねあれって思って、うん、いや感動しちゃって、感動しちゃう、えすごい綺麗とか言って思わず褒めまくっちゃったんだけど、うん、日常の美っていうか美しいことって、うん、まあ、いかなる時でもあるんだなって思って感動してしまいました。確かにおっしゃる通りです、ね、すごいね。では所長始めましょう。感情言語化研究所、感情の言語化について研究してみようではないかという探究ラジオ、研究所所長作詞家でシンガーソングライターの畑明です。その感情を言語化してみませんか。マスコットキャラクター、そして漫才師米粒社協の三木達夫です。この感情に名前ある、この感情なんて言ったらいいの、言語化以前の感覚を皆さんと一緒に言語化してみたいと思います。さあ本日も感情の言語化について探究を進めてまいります。はい、進めましょう。ポーツーさんからお便り届いております。はい、ポーツーさんありがとうございます。畑明さん、サンキュー達夫さん、いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。 ありがとう。私は数学が割と好きで、仕事上でもプログラムを書き、何かの解析をすることなどに数学的な考え方を応用するのは役に立っています。うんうん、一方で大学などで研究する数学者には畏敬の念はありますが、まず数学者になる才能はないと思うし、私自身の職業としては私の好みでないことも自分でわかります。お二人にはご自身の関心の強い分野だけど、その分野で仕事をすることは選ばなかったというような分野もしくは職業はありますか。はい、ポーツーさんありがとうございました。あ、もうよく言語化してくださった。なるほど、ね、なるほどだよ。自分が仕事にするには向いてないという、うん、そうですね。あれたっちゃんはさ、うん、好きなこと仕事になってるじゃない。まあ割とそうですね、お笑いは好きですからね、うん、そして教えてるじゃない。うん、そうですね。そして文章も書いてるじゃない。文章書くのはそんなに好きではないです、ね、そうなの、はい、好きじゃないんだ。教えるのもまあそんなに好きではないです。そうなの。できるってだけなんです。え、そうなの。できるってだけで、僕は研究はしたいですけど、うん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 、教えることができる、書くことができるぐらいの感じですね、うんうんうん、あ、そうなんだ。そういう位置づけなんだ、はい、そうですね。あ、なるほど。で、どうせ教えるんだったらちゃんと教えたい方で、うん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 、っていう感じですね。ああ、そうか。っていうことはやっぱり関心が強いけど選ばなかった職業があるってこと。ああ、どうだろうな。まあ才能、どうだろうな、この方はだから、まあ才能がないと思うし、うん、自分の好みでもない仕事としてはっていうことだと思うんですけど、うんうんうん、いや例えばスポーツね、僕だったらバスケットやってましたけど、うんうんうん、プロバスケットボールプレーヤーにはなろうとは思わなかった。それはなぜなら才能がないからですよね。うん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 、でも関心の強い分野。うん、まあだからずっと見てることは見てるし、別にそれ仕事のためでもないし、うんうん、という、だからそれを人は趣味と呼びますけども、うん、あ、なるほど。関心の強い分野であるけど仕事として、そうだね。私はすごい関心が強かったのはやっぱり図書館の司書。ああ、なるほどね。そうですよね、これはね、ずっと本に囲まれてますもんね。そう、結構執着があって、はいはい、大学の時はちょっと目指そうかなって思ってたんだけど、資格がありますもんね、図書館司書っていうね、うんうん、目指そうと思ってたんだけれども、職業としてどうだろうっていうのはちょっとやっぱり考えた、うん、考えた。でそういうところに行った時のこの自分の性格、うん、怒り出すんじゃないかなっていう、この環境どういうことっていう、熱くなってしまいそうな気がして、となると多分そっち
ち一生捧げなきゃいけなくなるな、そのねエネルギーがね、そう音楽は絶対に自分の中にあるから、はい、これ両立できないのでは、うん、って思った時に、うん、無理だな職業としてっていう、うん、もう両立できたら最高かなって思ってた。おそうなんだ、うん、そこまで、うん、あと なんか残業なさそうだし、やっぱり、うん、怒りが原動力なのは自覚してるんですね自覚してます。もう、はい、その環境で私耐えられるかなっていうのはやっぱ考えるよね。わ、はい、かる、考える。俺怒っちゃう、もう絶対我慢できない、それもう無理無理無理ってなっちゃういや、ね、どう考えても3ヶ月以内に大喧嘩するってい う。あとすごい関心があったのはやっぱり服飾系のデザイナーとかめちゃくちゃ関心があったんだけど、なるほどなるほど、確かにあったんだけど、なぜほらあの、ね、縫い物するだけでチクチク言うもう無理っていうどう考えてもこれ無理だよねっていう。でもデザインするのとまあ裁縫するっていうかね、手を動かすのはまたちょっと別だったりするじゃないですか。まあ、別なんだけれども、まあ、できた方がいいよね。別なんだけれども、それって作曲するのに楽器弾けなくても作曲できるよねっていうのと同じで、そうですね、楽器が弾けることによって理解度が深まる、それは間違いない、ジャンルもあるわけじゃない。間違いない、うん、いやなかなか、まあ、楽器が弾ける、うん、曲も作れる、うん、歌えるっていうことを考えたら、うん、やっぱり今の仕事は合ってるんじゃないですか。そうなんだよね結局ね、うん、僕らみたいな生き物は、うん、自分の権限が強くないと生きていけないんですよ、うん、生きていけない。もう他の人の決定権で人生が左右されることに耐えられない、うん、耐えられない心の底から耐えられない本当に耐えられない、ね、うん、この怒りって生きていく上で必要なものなんだろうかとか思っちゃうでしょ、うん、だから結局やっぱりもうここにしか居場所がなかったのかなって思う、うんうん、職業に関しては。まあでもそれは成功者が言うやつだからな、うん、まあそうねそうね、うんうん、生きてこれちゃった人が結果的に言うやつじゃん、うん、そう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 、難しいよね、ね、全く再現性ないわけよそう、たまたまなんだもん、うん、いや、うん、畑さんはそれでも努力なさってますけど、何がラッキーだったのって言われても、それをどう再現したらいいかは伝えられないから、うん、なんか流されてうちにこうなりましたっていうしかないん、そうなんだよ、だよね。僕はね、うん、研究の道には、ね、進んだんです、うん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 、その学者として研究者として生きていこうとかっていうことはちょっと特に考えてなかったんですけども、うんうん、というかその職業なんていう時代もあったんだけど、うんうんうん、ただ、うん、ほっといても自然と考えてしまっているなっていう自分に気づいた時に、あ、俺は向いてるなって自覚したんです。あ、うんうん、よしじゃあ研究しようって思わないとできない人は向いてないと思うんですよね。あ、うん、気づいたらもうそのことについて考えてしまっているっていう人じゃないとちょっと無理だと思う、はい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 、あ、確かに私も頼まれてもいないのに作詞してるし、頼まれてもいないのにふと気がつくと作曲メモ取ってたりするし、それそれ、でもそういうことですよね。俺もやっぱこれネタになるかなとか、うん、これどうやって料理しようかなとかいろいろ考えますもんね。日常の中にもう入ってるよね、 それが。そう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 、だからそういうものは、うん、苦労とも思ってないはずなので、才能というよりは自然とやっていることなので、うんうん、自然とやってることにどうやって気づくかってことなんですよね。そうだね。でそれが社会との接地面があるものにするっていうことですよね、うん、多分ね、うん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 、そこ自分で把握するの難しいよね。むずい、これはだからたまたまっていうより他ないというか、オーダーがあればできたって思うやつもあるし、うんうん、自分の性格この方でも理解なさってる方だと思う、うんうんうん、ボツさんね、うん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 、でもね、自分の性格を理解って難しいよ。難しいよね。私理解してきたのはやっぱりラジオ始めてからのもの。遅えよ、遅すぎだよどんだけ脊髄反射で生きてきたんだよっていうか、なんで生きてこれたんだよ、ね、本当本当だよ。まあ、さんはかなり特殊なものだと思いますけど、うん、意味ではね、あのたっちゃんに感謝してる、ちょっと人生の恩人的なところがそっか、人は自分をこうやって把握して生きていくのか、
っていう。俺さ少なくとも今までね、うん、自分が出会ってきた年上の人たちっていうのは、うん、なんか俺よりやっぱ先に行ってくれてたんですよ。なんかそういう自分を見つめるとか人生の先輩的なことあるんですけど、はい、畑さんに関しては全然先輩感ないのよね。怖いかあれっていう。むしろ怖いか若手芸人と話してんのかなみたいな時ありますからね。ね、びっくりします。随分年違うのにね。いや私もねそうなのよ。なんかねこういつもね怒られてるようなちょっと指導が入ってるような気持ちになってごめんごめんごめん。そうですよねって。意外と本質から目を背け慣れてるのでいやもうねそこを見るっていう習慣がなかった。それすごいよな。たんだよね、うん、何を作るかってことしか頭になかったから、まあ、そうですよね、うん、そうですよね。もう私は何かを作るもの、うん、っていうかそういう人生だと思ってたから、その私に関してあんまり関心が向いてなかった。わ、ね、かるわかる。俺も自分自身にあんま興味ないし、うん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 、で人から突っ込まれてもなんか言ってるなぐらいしか思ってなかったでしょ。なんかあの人と同じこと言ってるけどもみたいな、うん、まあ私そこまで偏屈じゃないしとかそこまで偏ってないしとか、こんなに理屈っぽい人だとは周りの人思ってないと思うんですよねだけどっていうね。でもねだんだんね自分の面倒くささをこう把握してきて、でも逆にねそれでちょっと生きやすくなってきたね。ああそう、それは良かったっす、うん、それは良かったっす。悩みとかにしなくてよかったっす。そう、この面倒くさい自分はこれを避けるべきだとか、うん、そういう応用が効くようになってきたから良かった、うん、だからそれはねありがたいなって思ってるんだけど、あの多分人はもっと早くに自分を把握すると思う。そういうことですよ。畑さんはちょっと遅いかなって。遅すぎた。遅すぎた。はい。ポーツーさん参考にしていただけましたかね。ありがとうございます。皆さんも普通のお便り、相談、何でもメール送ってくださいね。以上、感情言語化研究所でした。生まれ変わったら、ダンサーになりたいって思ってるけど、今は音楽に身を捧げて生きようと思います。過去のゲーム主題歌を再録した迷える子羊カイコテンボリューム9各所で配信中。瓶の天使は僕のものミュージックビデオも YouTube で公開中です。ぜひご覧くださいね。ウタさんダンサーになりたいんだ。うん、なりたい。体動かしたいんだ。うん、あの音に合わせて体を動かしたいっていう欲望が、はいはいはい、あるから、まあ、あの一人の時はねふふんとか言いながら、いいじゃんいいじゃん、あの踊りまくったりしてるけど、うん、あ、これずっと踊る人生だったら楽しいかもしれないな。なんかよくさ、スポーツジムとかでさ、うん、ジャズダンスとかさ、そういうのあるじゃん、うん、前の行ったことない、うん、あるよ。だけど音楽が好みじゃないからなんでこの音楽に合わせて踊らなきゃいけないのっていうのを、選曲違うって思っちゃうから、選曲からやらせてくれればね。そう、選曲からやらせてほしい、うん、で動きを先生がつけてくれればいいっていうことなんですよね。うん、そういうことなんだよね。還元研では皆さんのお便りもお待ちしております。感情に関することなら何でも、感情にチクリと刺さったくだらない疑問や曲の感想、普通のお便りも大歓迎。お便りは各配信場所にあるメールフォームからどうぞ。はい、 SNS での感想ハッシュタグカタカナの還元研で共有中。では皆さん、次回も感情の言語化を研究しましょう。バイバーイ。